だけみんな忘れてるじゃん。今年もよくいいことありますね、今年はいいことありますね、あるわけないって、去年の続きをしてるんだからあるわけないじゃんって思うね。で1月4日とか3日になるとね、仕事始めが起きるとまたね大騒ぎばっか起きてね、1年が終わっていくんよね。でね、そうお盆とねゴールデンウィークとねクリスマスとね正月だけ安全なんだよね。うん、奴らの祭典だからですよ。そう、奴らの祭典の時は安全な、オリンピックの時とかね、戦争も紛争もないので、その後でまた起こすんだよね、わざと起こすんだよ。もうそれはね、昔から分析してるか分かってんだよね。同じことを繰り返してるか分からない。なんか結構ね、みんな陰謀論って言うけどね、自分で探せば陰謀論じゃないんだけどね。私が言ったらネットで言ったら陰謀論って言う人いるけどね、いや、あんたたちが言ったんだよって思うけどね。あるよ。うん。なんかこの世界はあんま得意じゃない。うん。なんか本当に自分で探してくれるわけじゃない。私も探して出してんだけど、いや、そうじゃないっていう工作は来るんだ。うん。いろいろ出してはいるんだよ。ネットの方にも、ソース、SNS でもね。まだ1000人登録になるまで時間かかったけど、その Twitter の方もね。いや、最初は自分たちの都合のいいとこばっか多かったんでしょうけどね。何年もかかったよ、ここまで来るんだよね。まあ、それが自分にとって正しいと思う人が来てるのか、そうじゃないと思う人が来てるのか知らないけどね、そこはね。で、ね、今何の電気がいいんだって言ったら、電気を作るときにさ、ガスタービンとね、石油なんだよね。火力。火力と石、あれ、ガスタービンだ。ガスタービンの電力なんか3ヶ月で作れるわけでしょ。で、原発の場合は作るとき何十年もかかるじゃない。まあ、環境なんとかセメントってあるじゃない。環境あるじゃん。で、それで許可下りのすごい時間があって作ったと思ったら、地元に金を落とすって言っても、結局はその周りの連中しかもらわないんだけどね。で、その使い終わった後のその燃料棒どこ持っていくんだ、どこ持っていくとこないんだよね。結局核兵器を使わないとさ、処理するとこないじゃないと思ったよね。うん、アセスメントか、環境アセスメントを行った上で原発で作るわけでしょ。地元に同意を得る。だけど同意なんか得てないよ、本当にね。なんか裏のね、力が入ったってね。まあ、田舎って大体裏の力が強いの。そしてね、環境アセスメントとか言ってね、住民の意思を聞くってはね、まあ、真似事してね、まあ、そこへんの議員の人はお金もらって終わりなんだよね。地元その応援してる企業とかね、そんなもんよ。で、それで反対するものはこのね、村八分になるよ。はっきり言うとね。だからね、いいもん何もない。何か良かったんですかって言ったら、ね、何もないっていうもんね。うん。お金っていうのはさっきも言ったけどね、無から湧いてきてね、無っていうのは、1万円札のお印刷代で18円って言ったからね。で、本当の価値は24円なんで、1万円の価値っていうのはね。で、それ1万円と思ってからサービスを交換してるわけなんだけど、だけど命を懸けてまでその1万円手に入れる必要あるのかっていうことになるよね。本当は国民から貸してんだ。国民が主導権にいらんないからね。あんなわけのわからんもんに握られてたらダメなんだ。何でも言うことを聞いてたらね。本当は消費税も0円でやっていきたわけなんだからね。で、新幹線作るときは建設国債っていうのを発行するから、高速道路とかね。だから新幹線は田中角栄さんの時に日本列島改造論だったんだけど、そういうものを本当はできとかないと聞かったけど、邪魔ばっかされてね。今日まで来てるということですね。北海道新幹線だってまだまだできないじゃない。札幌までは、ね、2045年って言ったけど、まだ伸びるんじゃない。札幌新幹線は多分ちょっと伸びるね。うん、函館までは繋がってる気がしたんけど、四国の新幹線もね、本当はあったんだよ、もともとの計画は。だから瀬戸大橋のね、あそこはね、新幹線が作れるように幅取ってあるのね。新幹線の幅っていうのはね、1436mm なんだよね、確かね。で、それが複線だから2872でしょ。で、それに強馬とあれがあるから、もうちょっと足さないからね。だからその分は瀬戸大橋に作ったんだけど、明石海峡には作ってないね。うん、で、豊後水道通って大分県と四国を結んだら新幹線がつながる。うん。もともとあそこに橋を作るよって言ったんだけどね。